アーズブルックは、フランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン。アーズブルックは、ノール圏の北半分を占めるフランドルフランセーズに属する。ダンケルクから4 0トル、リールより4 3トル、アラスより5 6トル、カレーより6 2トル離れている。ベルギー国境に近い。ティシェ、タシアーズブルックは、フランドル伯領の村であった。 アーズブルックはフランス対オランダの戦争を20世紀に起きた二つの世界大戦に耐えねばならなかった。初期キリスト教時代、修道士たちのため未開の土地が切り開かれ湿地や林が開拓された。この出来事は聖イエロワが国中を伝道した後である。1122年、フランドル・ハクシャルル一世は村にハスブルックの名を与えた。 ランスの大主教産村氏により1141年に最初に言及された名はハスブロックであり、土地の所有権は近隣のコミューン、カッセルであった。オランダ語でアースとはのウサギを意味し、ブルックとは湿地を意味する。この時代、アーズブルックはカッセルの荘園に依存した狩猟と釣りの大規模な村であった。1492年。 シャルル八世率いるフランス軍がアーズブルックを燃やした。1512年、サンテロワ協会の戦闘が建設された。1565年から1566年、運河が掘られて、アーズブルックに港が生まれた。運河の水運は交通のためでなく、防石業の蒸気機関の燃料となる滝木や墨を運んでいた。港が閉鎖されてからは、その名は通りに名残を留めるのみである。 1637年、1638年、1646年、ペストのような深刻な伝染病が町を襲った。1678年、内命編の和訳後、アーズブルックはフランスに併合された。1917年から1918年までの間、アーズブルックはドイツ軍に爆撃された。アーズブルックにはイギリス軍と オーストラリア軍が基地を置いた。1928年、ティシェタシェの友協会が設立され、19世紀に実在した中は伝説的な人物ティシェタシェとその妻、タリア、十字軍キシロランといった人物の巨人像が祭りの場に連続して現れた。ありがとうございます。